改めまして、はい、せーの、けんちゃんがガチでガチャしちゃうぞコーナー。うわー、やったやった、いい意味でやった。じゃあこちらのコーナーではですね、ガチャを回していこうと思うんですけども、やっぱりガチャは本気じゃないとねということで、ハミツアップ編集部のけんちゃんさんの個人端末でガチでガチャをしていただこうというコーナーでございますよ。せっかく無課金をね貫いてたのに、ここでね僕はちゃんと今回自腹で、おー、ありがとうございます。買ってきちゃいました。もうちゃんと出てね、SSR。じゃあ、はい、イベントガチャをねやっていただこうかななんて思うんですけどもね。小杉 P、このイベントガチャについて説明を簡単にお願いします。はいはい、まああの今日ちょうどですね、スキマコレクションというですね、月に大体1回1日だけやっている、まあおバカなガチャですね。今日だけなんですね。そうですね、14時59分、まあ、今日、まあ、明日の3時までですかね、うん、下乳、脇乳、チラ乳って、はい、まあ、ちょっと、まあ、1ヶ月に1回ってことでですね、まあ、いろんなテーマをですね、まあ、チーム内で募ってですね、うん、まあ、今回はちょっとおっぱい見えるみたいな真面目にそういうこと書いてるんですね。そのコケすごいな。じゃあそれで行こうみたいな感じですね。過去にはまあ例えば絶対領域があるキャラですとか、ありましたね、まあ、なんだ、え、これキャラ履いてんの、安心してください、履いてますみたいな履いてるんですねとかっていうガチャをやらせていただいてですね、まあ、すごいな、本当こうアルジの皆様のこう心が少しでもほっこりしてくれればなと思いでちょっとやらせていただいてるもんなんですよ。実はいや、もうすごいね、この百鬼探チームの皆さんがね、今回は下地でいこうと思うんだがってこうすごい真剣に会議してる様子を想像したら、なんだか不思議な気持ちになってきましたね。あんま真剣じゃないです、そうなんですこの丸に囲まれてるおっぱいの中どれがいいんですか。丸に囲まれてるおっぱいの中どれが一番いい。消えちゃった。ですね、まあ、まあそうですね。出してください、ね。僕的にはわかりにくいなこれ。誰が誰か当てれる人いるんですか。これそれすごい。おっぱいマイスター。分かる人は分かると思います。多分あのハイアルジなら。ハイアルジ。ハイアルジ。ハイアルジ。いやこれね、ちょっと小杉さんもねおすすめの。好きこれということでね、はい、はい、なんかこう月に1回と言われるとね、なんかこうサラリーマン的なね感じの息抜きみたいな、そういう感じですかね。そういう感じでじゃあ行っていきたいと思うんですけども、さらにねどのキャラを引いてほしいかアンケートをね、あ、僕にね、あ、僕にどのキャラを引けっていう、そうそうそう、指定されるの、そう、自腹なのにね自腹なのによくすごいねなんかねじゃあちょっと皆さんどんなキャラがいいかっていうのをね、うん、アンケートで言ってみたいと思うんですけども、アンケート出ますかね。ででん、煩悩マックスな放送ですね本当にね1、猫股、うん、2、バック、うん、3がですね、これが両面スカナかな、うん、で4が犬神、うん、こちらの4択で、どのキャラ出してほしいよ、ケンちゃんさんにどのキャラ出してほしいよっていうのをね、はい、皆さんポチッと押していただけ、神様みたいですね僕ね、どのキャラ出してほしいか創造神みたいですからねそれ、まあ、みんなの思いに応えて、僕は4番の犬神がいいです。僕全体攻撃持ってないんで欲しいです。そういう理由ですか、はい、あの可愛らしい、いじらしいキャラクターっていう、あ、それもじゃなくて、それもそうです。ケンちゃんさんはもう妖怪全体で誰が好きなんですか。え、僕犬神ですよ。ほら、あれ、これは2大ヒロインがだいぶ、うん、やっぱりそうなんだ、だいぶこう、いい戦いをしてくれたけど、1の猫股、結果は1の猫股ということで、うん、制限時間内に出せなければ、うん、ケンちゃんさんが、チラ乳でございます。ではチラって言いましたけどちょっとよくわかんない、もう一回言ってください。何ですか、僕が何なんですか。もう一回だけ言いますよ、はい、制限時間内に出せなければ、ケンちゃんさんがチラ乳でございます。早速行ってまいりましょう。僕である必要があるんですかこれは。これ台本書いてますけど、僕である必要あるんですかねこれ本当に。いや、あのこれはねこういうコーナーなんでね、皆さんの思いに応えられなければ、あ、思いに応えれば、そうですそうですそうです。だってみんなこうアンケートしてね、こんなにも熱い思いで犬神引いてほしい、あ、違う、猫股引いてほしいって言ってるわけですから、はいはいはい、それにねやっぱり皆さん、ね、うん、そうですね、応えてくれますよね本当に。いや、僕が出した時には多分 P がやってくれると信じて。なんで村本確認したんですか。出さないです。出さないの。
りますか。どうですか皆さん、気合い入れてやりますか。みんなちょっとけんちゃんさんへのね期待のコメントお願いしますよ。本当誰も得しないよ。俺が得しないもんだって。これ、まあ、出れば得するからね。まあ、今回ガチだからね。ガチです。ガチだ。本当すごいガチって超便利な言葉。応援してる父出せ。そっちの趣味はない。それはそうだよ、絶対弾けよ。そうだよ、みんな見たくか見たくないか真剣に考えて絶対弾いてほしいですよね、うん、そういうことです、ね、5000分です。そういうことですね。自腹で5000先出してきました。さあじゃあ早速ね、はい、ガチャの方行ってみたいと思うんですけども、準備はいかがですか。あ、大丈夫です、もういつでも押せますよ。なんかこういいんですよ、そういう なんていうの願掛け的な、そういうの、そういうのあります、なんかいいの出る、ちょっと応援してくださいよ、おまじないみたいな。おまじない、みんななんかある。無理やな。出るまで引くの。僕どう考えても107個しかないんで、僕22連しかできないんですよこれ。みんなこれをやるといいやつが出るとか、犬が、あの猫股が出るみたいな、なんかこうジンクスを、ね、おまじないか何か、うん、これやっぱこれ、そうなんですか。こんな人気を通しみたいなのあるんですか。いやいやいや、今これじゃないですか、やっぱり五郎丸的なやつ。五郎丸的なやつ、そういうのがあ、これですかね、これ。なんかルーティーンって言うじゃないですか。五郎丸的な、ね、感じで目をつぶる、何も考えない物欲センサー、それだ。まず10万用意します。まず今日は脱ぎます。ちょっといろんな説がありますけど、ああ、まあ、行きますよ、行きましょう。全部レアでいいです。ただガチャの時に弾けることに感謝。いけ、お願いします。すごいコーナーだな。なんかすごいのがバケて出たみたい。これだよ、一回出てきた、ね、お、違う企画倒れになりますよこれ。この子じゃない。あ、押さないと僕ニューだから。はい、おお、うま、ん、かび、はい、次は、あ、いや違うんだ、こんなにいいですもんね。これ下乳がね、下乳がね、下乳がね、あ、これもね、これも胸元がね、そうですね、胸元が、はい、あ、これね、あやかしのね、これもまたね、またね、これもまた、これ僕の やってないあたりが全部乳が出ていいですねこれね。キジムナ来ましたね。はい、あれ大丈夫かなこれ、あれあれ、あと1個だよ、1個なんだけどな、あれ、あ、手の目、これは不穏だぞ。あ、うん、これ好きだけど、ザワルも大変ですね、うんうんうん、さあ最後の望み出るんだよ。ああ、いや、あと11年あるんで、ちょっと待ってください。あと11年あるんで、え、え、なにそれ。まあね、そういうねコーナーなんでね。じゃあ残念ながらね、こちらで終了でございます。というわけでけんちゃんさんにチラチチをお願いいたします。チラチって何、どうすれば、どうぞ、どうすればいいの、こういう感じやん。なんかこうやって大胸筋を、これ大丈夫、この放送これ大丈夫なの、これ何で、あ、谷間、谷間ある、谷間、すごいすごいすごい、谷間、どうですか、主、主たちどうですか。こんなことを本当やんなきゃいけないの、主、主、俺だってやってんじゃん、俺だってやりたくないよ、俺だってやりたくないよ、俺だってやりたくないよ、もうめっちゃ汗かいた今人生で一番汗かいてる、間違いない、これこれ、これもう一回やらされるのこれ。これコスゲピどうしましょうか。じゃあもう一回やりましょう。よこれはこれ出たらユイさん胸散らしてくださいよ。アビじゃないですか、もうスルーだよ、アビ共感ですよ、本当だよ、達者しませんよ、だってこれケンちゃんさんのこのガチのガチャコーナーですから。もうさあこれ頑張ってください、ガチですか、合図、合図、合図してください、合図してください、本気でお願いします今回は、合図してください、本気ですよ、さっきも本気ですよ。こんな息恥晴らしたの初めてですからね僕。さあお願いします、はい、いきます、出てこい、みんなも応援して、みんなも祈って、なんかすごいのバケて出たみたい、来たじゃないこれ、これちょっとネタっぽくない、うん、まあ金があと、あ、これ押さないとダメ、ボンノ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 、我々のボンノ、ここら辺はね、可愛いもん、ボンノ付きで、はい、え、持ってんの、え、持ってんのって、カウルな、しかし、おー、やっぱね、あるんだよ、あるの、やっぱあるんだよな、こういうの、マジすごい、いやー、けん
やっぱねあるねこういうの持ってるよ。びっくりですねこれね。そして最後はおおもう一個あるよ。もう一個ある。でああいいじゃないですか。ありがとうございます。おめでとう。いやよかった。本当一恥さらすの一回でよかったな。もう通り過ぎればもう終わったことだからどうでもいいし。いやもうだってねこれ2回目ねどうしようかと思って、ね、これ以上何をやっても脱がなきゃいけなくなっちゃうからね。2回目はちょっともうあれね、次もう横乳してもらうしかないからね。ハードル高い番組だなこれ。もういろんな意味で安心しましたよ。よかったよかったね。楽しかった。本当にありがとうございます。これは楽しいですよね。見てる方は見てる方は姉さんもね本当楽しかったな。もういろんなガチガチコーナー見てね どんな気持ちでした。あの違う汗が出てきましたね。違う汗が多分その僕3倍ぐらい汗かいてた。すごいですよこれ、ね、いやちょっとねこんな感じで、ね、主の皆さんも自分のね煩悩を満たすためにこのスキコレを回してみたらいかがでしょうか。自分が裸で回すと多分いけるかもしれない。また謎の説を押しますね。そういうおまじないね。いやいやいやこれはちょっと奇跡が起きましたけどもね。はいというわけでこんな感じでめでたく、ガチガチャコーナーを終え次のコーナーに行ってみたいと思いますよ、はい、ではでは続いてのコーナーは、はい、せーの SSR レシピ大公開。おー思ってきてますよ。なんかやっぱり SSR レシピお願いします。どういうことどういうこと、どういうこと。だってそんなことしたことないですよね。五色さんからおドドンって出た。ドドン。はい。おお見える。あ見えちゃってる。見えちゃってる。タイトルぼっち。タイトルぼっちが見えちゃった。タイトルぼっちがどうだって。これまあ SSR、土属性の、まあ、ダイダラぼっちちゃん超人気ですよね、そうですね、うん、もうこうマッドサイエンティストキャラなんですけれどもね、うんうん、これまあ何どこがダイダラボッチってこう下にこうなんていうんですかね、なんかいるんですよ。ゼリー状の何かがゼリー状の何かがいるんですけれどもね、うんうん、まあこれのレシピですわ。レシピですわそうやこれ、ね、だってこんな風に公式さんが SSR のレシピを公開するって初めてですよね。初めてですね。そうですね。これはどういった風の吹き回しで。まあそれはこれを見ている全ての主様に向けてね。いいんですか。たまにはたまにはたまにはありがとうございます。やった感謝の気持ちを。おえこれちょっとこれ今隠してますけどさっき見えてましたよ。見えた。違う見えちゃう。みんな回してるんですか今。回してるっていうか違う違う違う髪が、まあ、髪が、うん、あくまで、まあ、出やすいというレシピでございますので、必ず出るっていうわけではありません。でもこれって SSR にもレシピがあるってことが分かったんでいろんな多分みんな研究しだしそうですよねこれ。まあそうですね、いくつかはだいぶ解明はされているんですが、はい、やっぱなかなか某なんとかコレクションに比べるとハードルが高いのは重々思っているのでこれからもまあちょいちょい出していきますので。いや私もあのねいろいろいつもねあの剣を作ったりとかしてるんですけど、そういうレシピ系はね結構こう有力な説があったりとか、うん、全然こうそれを回しても出なかったりとかいろいろあるじゃないですか。僕もウィキで見ましたよ、うん、でもこう公式さんがねこうやって言ってくれるってことはちょっとやってみていいですか。今私素材あるんで。それはちょっと楽しみ。素材ね楽しみ。こんな時もあろうかと、まあ、単純に私あの猫股を、うん、猫股じゃないや、もうやってるんですね。座敷わらしを消化させようと思って貯めてた素材をこれに回します。はい、見せて見せて、835、6個が540ね。そしてこれみんなもう回してるんですか。姉が880、見てる人も出た人もいるみたいですよ。でそう早い。出た人一人いましたね今コメントの中で。ちょっと早いよみんな。900出た。すごい。出たちょっとちょっと出た。これ出るんだろうか。本当に出たって。私割とこれでしょ。でしょ。逆に嘘ついたらやばいですよねこれね。わけわかんないですよね。ガセ情報だったら困りますよ。公式番組ですよねこれね一応。これで合ってるかな。540、880、999、860、835合ってると思う。合ってる合ってると思う、はい、いきますよ。いけ頼む。トヨタロボッチ来て来て。おお嘘来た。すごい。すごい。マジ情報だった。マジ情報。素晴らしい。
しい。僕もじゃあ試してみます。めっちゃ嬉しい。すごいよみんな、これ本当に出るよ。お祓いしなきゃ。本当に出るよ。お祓いしなきゃいけなくなっちゃった。ああお祓いしてお祓いします。ケンちゃんさんのボックス見たい。いやすごいですよ、後で見ます。いっぱいガチャね引いたからね。今お全然拡張しなきゃいけない。拡張しよう。53じゃないですか。ケンちゃんさんも今プレイしてるんですもんね。はいそうですね。皆さん一発で出たってやっぱり結構出る。もう、ね、結構拡張しなきゃいけないらしい。俺の貴重な。どんどんねこうやって確認していく。そうそう、あ、レシピ見えないですか。私が持ちましょう。見ていいですか。540の、はい、これはすごい。540本当にすごい。流してくれてる。880これ今多分フィーバータイムなんですよ多分。あ、そういうタイム。そういうこと。ない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 。ガチだ。え、そんな出るんだ。私正直ちょっと言っていいですか、このね召喚ねあんまり信じてなかったんですよ。なんでかっていうと私が999の素材をぶち込んで出た子が、はい、ブラブラだったんですよ。で私すごいもうやらないもう信じないと思って。引いてますね。嬉しい。いや本当の情報なのかな。嘘来た。おー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 。やっぱね。え、これ逆に大丈夫ですか。この出したっていいんですか。まあ大丈夫っしょ。超黄金レシピとしてこれ伝説となるんでは。すごいねえみんな。今のうちです。今のうち今のうち今のうち、うん、今 100% 出てますから番組に。時間あるからもう一回楽しみ。誰かのデータとかできます。え、僕も出んの。出ちゃった。すごいね。検証検証。あ、出なかった。5回目で出て、出ない、うん、そうか。じゃあこの番組がラッキーだったってこと。フィーバーギオ僕足りないわ。446個しかない。3回やっても出ない。次はライゼン。え、じゃあ私のでやります。私出る気がするな。全く出ません。そう、7回かかった。すごいですね。もう一回同じ素材で、確率検証しましょう。確率、はい、確率を検証するために私のこの貴重な素材を捧げます。これ 66.7% ですから外してもいけ。来る、来たんじゃないこれ。え、すごい。来たー。すごい。すげえな。すげえな、すげえな。このスタジオ何かある。なんでってプロデューサー言ってますけど大丈夫ですかこれ。大丈夫かよ本当に。大丈夫かよ。リアルトーンで今ぼやきが入りました。自分でやろうとしてます今。プロデューサー出るかちょっとやってみましょう。プロデューサー試してみてくださいよ。試してみてくださいよ。ちょっと明日以降出なそうって言われた。今日中にやらないと出ないかもしれないってことですか。これが妖怪の仕業ってやつか。コアタイムだ。そうだ、妖怪の仕業だ。妖怪のせいだよね。コアタイムなんだ。すごいなこれ、奇跡だな。83確実じゃないんだって。今確実ですからね番組内は。大丈夫ですか、うん、これレイさんもやらなくて。私も行きますか、はい、ねえもうみんなやっとかないとこれ。はい、あ、雪女出たって人もいる。あ、出なかった。あれ出なかった。え、しかも狛犬。狛犬だ。あれ狛犬ってレアですよね。まあレアです、ね、あれSSR でもなく罰ゲームしといてます。ちょっと見せるもんじゃないから。好きこれ好きこれ。じゃあケンちゃんさんのね。ん何何あれ、ケンちゃんさんに、ま、なんでこれフリーいらんのだけどこれやっキャーキャーキャーやらないわ。やらないわ。さすがに二度はやってほしくないわ。すごい、もう恐ろしい。でもね今のね運営好きになったっていうことで。ちょっとねコメントの方ではねみんな今一斉に挑戦してくれてると思いますけどね、うん、こんな感じでみんな挑戦してみてくださいよ。ね、そうですね、はい、うん、というわけでな謎にねケンちゃんさんの好きこれも挟んだところで。挟まなくていいですよね。何だったんですか。もうなんか向けられたらやるしかないみたいな、ね、プロ圧を感じましたね。プロですね、はい、というわけで番組終了のお時間がねなんと迫ってきたということで、早いですね。
寂しい。まだ主と、うん、もうずっと永遠に妖怪トークしていたいというわけで、最後に小杉 P から妖怪ハッキタンの新情報を、ね、お伺いしたいと思いますよ、はい、そうですね、画面お願いします。おお、かわいい。明日からですねハロウィンイベントをやります。みんなコスプレしてる。そうです ね、 いいですね。まあこれ真ん中これ座敷わらしちゃんが。そうなんですね。もう本当これねもう超かわいいの。すっごい超かわいいじゃないですか。もう超かわいい、ね、超かわいい。みんな今の小菅 P のトーン聞いた。超かわいい。もうそれ以外に犬神ちゃんであったり、まあ、花子ちゃんもですね。そうですね、コスプレして犬神かわいい。犬神かわいい。帽子かわいい。いいないいな。でちょうど今日また発表したんですけれども110万インストールも達成してますので、おめでとうございます。すごい110万アルジ。110万アルジ。そのキャンペーンも、同時に開催しますので、まあアルジの皆さん楽しんでいただければなというふうに思ってます。次お願いします。でまあちょっとまあ、ちょい地味なんですけれども、まあ、新しい妖怪これからこんな感じで、うん、おしらさまっていう妖怪とたぬけばやしとか、まあ、結構ロリッコですねこれ。かわいいじゃないですか。かわいい、かわいい感じと、雷獣と風神さんはですね強いですね、まあ、これ覚醒召喚という一段階レアリティが一つ上がる進化をですね、うん、しますので、うん、おー雷獣来たって、はい、もう風神いつもお世話になってますフレンドに。ね、本当にこの子、うん、すごく使えるし可愛い。そうですね、強いですよね。風神さんはこれはまあこれもまた結構ガチで強い感じです、ね。うん、さらに強くなっちゃうんですか。そうですね、はい。それは恐ろしいですね。なのでまあこれらも、時期に実装いたしますので、まあ少々待ちようと。はい、うん、続いて楽しみだ。おお、まあだいぶ最後まで行っちゃってるという主の皆様もいらっしゃると思うんですけれども、第2部をですね今頑張って作っています。やったー、私もう終わっちゃうのが寂しくて寂しくて、やったー。なんで、これ、まあ、多分うまくいけば来月ぐらいにはあ入れられると思いますので、それは楽しみですね、はい。まあ、新しい敵が出てくるのかな、どうなんだろうなみたいな。もう明らかに敵っぽいのいっぱいいますよね。まあこの辺りあのお楽しみにしていただければなと。これ例えば北森さんの出番あるんですか。どうなんですか。どうなんですか。まあ新しいキャラは収録でまたお世話になるかもしれませんが、あ、よろしくお願いします、はい、おこれは楽しみですね。北森さんの、ね、ファンもねぜひぜひ楽しみにしててください、はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、コミックの紹介もね。あ、そうですね、す、本日10月15日、うん、ちょうどですね、この百鬼譚のですねコミックが出ました。やったー、やったー、かわいい。はい、まあ割と肌色成分がですね、大丈夫ですかこれ今の時間帯、まあ、ちょっと多いめの内容にはなっておるんですけれども、なんかラッキースケベ感が、アルジになりてー俺もアルジになりてー。これちょっと結構意外にこのショタアルジが人気、ショタアルジ可愛いじゃないですか。ショタアルジ、ちょっとレイさんショタアルジの魅力を語ってください。ショタアルジ最高ですよね。ショタアルジ皆さん素敵ですよ。ぜひ買ってください。こう最初はもう本当に、はい、なんていうんですかね、ラッキースケベ、うんうん、コミカル漫画、あ、なんだそんなのになればいいなと思ったんですけれども、うん、結構意外にこのあのおねしょた要素もですね受けたりして、へー、まあ、おー、うん、かわいいな、面白いなっていう。デフォルメされてる。もうお二人読んだんですか。うん、読みました。どうでしたか、どうでしたか。最高ですね。本当にありがとう。読みましたよ。ちゃんと読んでますよ。このカバーの裏の方まで。カバーの裏、小説面白かったって声も。あ、小説もいいですね。まあ、小説は割と本編なんですけど、コミックはまあサイドストーリー的な感じなんで、どちらもお楽しみいただけるのかなと。なるほど、ぜひお買い求めください。ありがとうございます。そして、本日ここでですねプレゼントの情報をしたいと思うんですけども、コメントっていくつぐらいになってるんでしょうかね。5500以上。あら、おー、あら、すごい。これは突撃めでたいですよ。めでたいですよ。めでたいですね。めでたいですね。ありがとうございます。は
ということでですね、そうなんです、コメント数5500ということで霊玉は5個皆さんにプレゼントしたいと思います、うん、やったね RG、 やったね RG。 で、これがゲーム内でですね、まあ、コード入力をする場所がありまして、そこで、入力していただくコードになります。まあ55東海議1015、あ、10月15日、はい、今日の日付、ね、2015と、はい、勘違いした。まあこれ入力画面についてはこれからあの多分開発チームがあの頑張って用意すると思うのでちょっとお待ちくださいね。うん、なるほど。じゃあ、こちらキーワード、そちらをね、はい、キーワードを決めていきましょうかね。あ、あの色紙をもらえるやつですね。そうなんです。ちょっと分けて持ちますか。あ、みんな見せれたら。はい、はい、本日はこちらの色紙、ババン見えますかね。こちらの色紙をですね、コメントいただいた方の中から抽選でプレゼントいたしますよ。そのコメントキーワードを今から決めたいと思います。小杉 P 書けましたか。はい、今小杉 P がねキーワードを決めてくれてるのでね。あら、はい、好きこれ、この4文字をキーワードとして、コメントをいただけたらと思います。そちらのコメントいただいた方の中から抽選でプレゼントいたしますよ。じゃあ合図出します。あ、まだ合図、じゃあいきますよ。弾幕も出てるけどまだだよ。すごい。せーの、かーん、どうぞ。すごいすごい、好きこれ弾幕すごい、すごいすごいすごい、みんな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 、あ、色紙持ってるから打てない。かわいいよかわいいよ。打ちたい打ちたい打ちたい、初対面だよ。締め切りました。というわけで、こちらは、コメントをいただいた方の中から抽選でプレゼントいたします。発送を持ってね、皆さんお待ちくださいね。はい、というわけでそろそろエンディングなんでございますけども、本日はいかがだったでしょうか。じゃあケンちゃんさんから感想の方お願いします。まあ、ちょっとなんで呼ばれたのかなって最初思ったんですけど、あんなコーナーが仕込まれてたんだなってちょっと自分のことを言うのもなんですけども、でもダイダラボッチ当たってよかったですね我々、うんうんうん、本当それが一番嬉しい、うん、そんな感じで楽しかったです。ありがとうございました。わーい、けんちゃんさんでした。いいおっぱいでした。はい、というわけで私 MC をやらせていただきましてゆいと申しますが、今日はですねすごくあのなんかね、主たちと妖怪特化できて嬉しかったです。ちなみに私あの糸吉っていうゆいっていう名前でねあのいるんで、フレンドよろしくお願いします。はい、そして、はい、そして、北森です。とてもとてももっともっと百鬼炭大好きになりました。これからもますます期待して待ってたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあコスケピー、はい、主の皆さん、まあ、いつもいろいろありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、というわけでこの後3時間目の番組はセピアの爽快東海議 TV です。デビルメイクライ3をプレイしますよ。皆さん引き続きこちらもご覧ください。そしてただいまニコニコ動画内でファミ通チャンネルと東海議チャンネルが開設されておりますので、こちらのご登録もぜひお願いいたします。また東海議 TV では現在10月は東海議アンケートキャンペーンを実施中です。アンケートにお答えた方には抽選で10名様に1万円分のギフトカードをプレゼント。応募の締め切りは10月25日の23時59分までとなっております。アンケートは上の、運営コメント、こちらですね。そして、もしくはこの番組の下からリンクしておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。そして次回のファミ通アップの生だよの配信日は来週月曜日19日の2時間目モンスターストライクをプレイいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。